零度地球の赤道赤道とは、自転する天体の重心を通り、天体の自転軸に垂直な平面が天体表面を切断する理論上の線である。緯度の基準の一つであり、緯度零度を示す。異線の中で唯一の大円である。天体の赤道より北を北半球、南を南半球という。また、天文学では、 赤道が作る面と天球が交わってできる円のことを赤道と呼ぶ。天の赤道は恒星や惑星の天球上の位置を決める基準にされる。以下、特に断らない限り地球の赤道について述べる。ケニア中央の名抜キ近くに立つ赤道を示す標識。赤道という言葉は古代中国の天文学において太陽が真上を通るとされる地点を天球図で 表現する際に赤い線を用いたことが由来である。地球の赤道の全周長は約4万 75km。春分と秋分の年にかい太陽が真上に来る。赤道上は世界で唯一太陽が天頂から天底までまっすぐに沈む場所である。そしてそのような場所は理論上昼の長さと夜の長さが共に1年を通じて12時間である。 しかし実際は大気が太陽光を屈折させるので2、3分のズレが出る。かなり厳密に言うと、赤道は理論通りの位置にきっちり固定されているわけではない。実際の赤道面は常に必ず地球の自転軸に垂直をなしているものである。自転軸は比較的安定であるが、極運動という現象によって自転軸は1年かけて、 半径約9メートルの円を描く。このため、赤道面も赤道もわずかながら動く。しかし、この移動は繊細な科学調査にのみ関係する程度のわずかな移動である。地球で最も気温の高い地域を熱赤道という。熱赤道は高天軸に対して地軸が傾いているため移動し、この結果、季節が生ずる。北半球が冬の時期は、 赤道付近にあるものの、夏になると北緯20度付近にまで移動する。航海中に赤道を通過する際には、赤道祭と呼ばれる祭りが戦場で行われる。赤道上は年間を通じた日射量が最も大きい。そのため温暖で強い上昇気流を生じている。この上昇気流のため低気圧地帯を生じ、雨量の豊富な熱帯の気候を形成している。 また、赤道付近の上昇気流は激しい渦巻き気流を伴った熱帯低気圧となり、台風やサイクロン、ハリケーンなどとして赤道から南北へと波及することがある。赤道の近くは宇宙機を東向きに打ち上げるロケットの車上に向いている。赤道は地球の時点によって地球上で一番早く東向きに動いており、東へと打ち上げる場合には、 その速度を利用することによって、静止軌道に投下する静止衛星の打ち上げ燃料が節約できる。赤道に近い位置に車上を建設した例として、フランス領ギアナのギアナ宇宙センターや鹿児島県の種ヶ島宇宙センター等が挙げられる。比較的高い軌道で、かつ大型の商業衛星の需要が多いため、高性能な商業ロケットの最適化対象である、静止軌道の周辺、 あるいは特に種別を問わず、衛星軌道に上げたいといった場合には、赤道付近からの打ち上げに優位性がある。逆に、軌道傾斜角の大きな軌道に向けた、打ち上げには優位性が薄い。偵察衛星や地球観測衛星に用いられる、軌道傾斜角が90度より大きい、太陽動期軌道や、赤道傾斜角の約23.4度ほど傾いた、惑星の光天面に合わせる。 惑星間軌道への投入には、両極付近や中緯度の車上が適している。赤道は、本書四五線から東に向かって、以下の場所を通っている。サントメプリンシッペのロラス島にある、赤道を示すモニュメント。以下の十四カ国は領土に赤道が通る。赤道直下の国とも表現する。首都が、赤道から緯度一度未満の国は五カ国あり、その中で、エクアドルの木とが、 赤道に最も近く難易0度19分である。赤道ギニアはその名前にもかかわらず赤道が通らないが赤道を挟んでノボ盆島も領土である。下記の国は赤道が海上の国境となっている。赤道に近い首都を一家に一覧する。緯度一度は60分で約 111km である。ありがとうございます。